ジョン・バン・アントワープ・マクマリー。ジョン・バン・アントワープ・マクマリーは、アメリカ合衆国の外交官、政治家。1881年10月6日、マクマリーは、ニューヨーク州スケネクタディにおいて、ジュニアス・ウィルソン・マクマリーとヘンリエッタ・ウィス・ウルバン・アントワープの第4子として誕生した。国務次官補時代のマクマリー。マクマリーは、国務省の外交部に入り、1917年11月10日に日本の東京領事館で参事官となった。マクマリーは1919年まで参事官を務めた。1919年から1924年まで国務省極東部長。1924年11月18日、マクマリーはカルビン・クーリッチ大統領から国務次官補に任命され、翌11月19日に着任した。マクマリーは上院休会中の任命であったため、1925年1月3日に改めて上院の承認を受けた。マクマリーは1925年5月19日まで国務次官補を務めた。1925年4月9日、マクマリーは駐中国公使に任命された。マクマリーは1925年7月15日に着任したが、上院休会中の任命であったため、1925年12月17日に改めて上院の承認を受けた。マクマリーは1929年11月22日に退任した。1933年8月28日、マクマリーは駐エストニア公使、駐ラトビア公使及び駐リトアニア公使に任命された。信任状の法廷はラトビアで1933年12月13日に、リトアニアで1933年12月20日に、エストニアで1934年1月4日に行われた。マクマリーはラトビアのリガに居住した。マクマリーは上院休会中の任命であったため、1934年1月15日に改めて上院の承認を受けた。マクマリーは1936年2月12日に駐エストニア公使、駐ラトビア公使を退任し、翌3月13日に駐リトアニア公使を退任した。1936年1月24日、マクマリーは駐トルコ大使に任命された。マクマリーは1936年3月16日に着任し、1941年11月28日まで駐トルコ大使を務めた。マクマリーは1960年に死去した。1935年、東アジアでの緊張が高まると、国務省極東部長、スタンリー・ホーンベックは、マクマリーに現地の情勢について、覚書を書くよう依頼した。極東におけるアメリカの政策に影響を及ぼす発展というタイトルの覚書で、マクマリーは日本に対するアメリカの外交政策と関連する多くの根本的な過程に異議を唱えた。日中間の紛争をめぐって日本が理由のない侵略者というのが通説だ。しかし、マクマリーは中国とアメリカの政策が日本の侵略的な行動を招くことに部分的に責任があると指摘した。1920年代にかけて日本はワシントン会議で合意された軍縮条約と協定を遵守したが、アメリカ、イギリス、中国はそうした条件をしばしば弱めた。マクマリーは1931年に満州事変が勃発するまで日本政府はこうした約束に応じるために非の打ちどころのない善意の努力をしたと書いた。ワシントン会議で進展した軍縮及び中国に対する門戸開放政策の成否は、実は中国自身とイギリス、そしてアメリカの手にかかっていた。歴史学者アーサー・ウォルドロンによると、マクマリーは特に中国が保障された彼らの国際的地位を利用して、外国との条約が規定した法的な枠組みを組織的に破り、そうすることで、日本の怒りを招いたという事実を発見した。アメリカがワシントン体制下の諸条約に従おうとする日本の努力を重視すべきだった。マクマリーはアメリカが中国と緊密に協力するよりも日本の大陸進出をある程度容認すべきだと提言し、これを阻止した場合、必ず日本との戦争が起こると予測した。マクマリーの覚書によると、日米戦争の経過は次のようなものだった。日本の中国支配に反対し、それを挫折させるためにできる限りの手段と機会を積極的に取ることを一貫して断固として追い求めるなら、ほぼやむを得ず、日本との戦争を意味するだろう。そんな戦争は、私たちの勝利を仮定しても私たちにとって大きな不幸になるだろう。それは、身の毛がよだつほど長く、費用が多くかかる過程になるだろう。日本の除去が可能でも、これは極東や世界に祝福にならない。それは単に新しい一連の緊張を生み出すだけであり、東洋に対する支配力のライバルとして、ロシア帝国の後継者としてのソ連が日本に変わるだろう。誰も、その戦争で、ロシア以外には勝利を得ることはできないだろう。マクマリーの覚書は国務省によって直ちに保留され、選別された記録保管所に送られ、注目されないまま葬られた。1951年、ジョージ・ケナンはマクマリーの覚書を引用し、戦間期のアメリカの極東政策とその間違いを批評する講義資料として活用しており、1992年にはペンシルバニア大学の歴史学者アーサー・ウォルドロンが同覚書の内容を整理した平和はいかに失われたかを初めて出版した。ありがとうございます。